どうも、キスケです。今回は再生パーティー使っていくんですけど、超絶害悪な状態異常地獄パーティーを使っていこうと思います。まずこいつですよね。これかな？はい。まあ確率にはなるんですけど、毒出血麻痺を、付与すると。で、GT がいれば、まあその確率が上がりますよっていうことですよね。これがね、だいぶ強い。で、さらに、これ。ベジータベビーですね。はい。所持アーツに出血2枚ついてます。しかもまあ 100% なんですよね。で、プラス、こいつ自身出血状態の敵殴るとき4ダメージ上がるんですよ。まあこれがだいぶ強いかなと思います。はい。で、さらに、こいつ。ガリブーですね。こいつはなんと所持アーツに毒と麻痺があると。はい。で、これでもう、撒き散らしてやろうかなと。毒出血麻痺を撒き散らしたろうかなと思います。はい。で、なんならこのベジータベビーとスーパー E 神龍は GT 同士で結構相性がいいので、確かね、 GT がいるとなんか確率上がったよね。はい。 GT がいると、まあ、確率が上がると。で、ベジータベビーの方もこれね、上の方 GT タグがいると余ダメージ 30% アップ、泥速1段階アップしてくれるので、まあそこそこシナジーは合ってるんですよ。まあなので、まあガンガンもう不要不要、毒毒出血出血、もして知らん間にもう死にかけみたいな、控えに戻っても、まあ、出血とか毒ダメージは食らうので、なんかキャラチェンしたらもう体力1しかないやんみたいな、そういう状況を作って戦っていこうかなと思います。はい。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。はい、マッチングしました。未来パーティーですね。お願いします。まあこれですね。はい。あれやな、ベジットブルーはいないですね。ありがたい。いや、誰から行こうかな。こう行くか。まあ、青色多分出てこうへんとは思うんやけど、まあ、これで、ちょっと行かしてもらいます。多分、赤黄、紫ちゃうかなと思ってるんでね。多分やけど。よろしゅう。お願いします。まあ、絶賛今、朝なんですけど。朝マック食って元気です。やっぱ朝飯食うとね、違うよね。基本的にね、俺毎日一食なんですよ。 OK、 基本的に毎日一食やねんけど、たまにこう朝マック食いたいなーってなるんよ。そういう時はやっぱ調子いいんですよね。ただ分かっててもね、朝飯抜いちゃうというか、ガリブーはみんなで共闘頑張ろうですげえ活躍しましたよね。スーパーインシンロンがマジでかわいそうなぐらい怖っ。 OK、 打撃ダメか。なんか引き込んでくるアーツがすごい模様ついてますね。いいっすね、これは。毒もあるし。OK。おっ、ラッキー。これ毒つけといて、で、必殺アーツぶっぱしよう。確か出血も毒も控えメンバーに戻って、してたとしてもダメージ食らうと思うんですよね。わ、すごい、出血も麻痺もあるぞ。いいぞ、麻痺当てたい。あー、ラッキー。おー、素晴らしい。まあ、これはライジングやな。麻痺当てれんのすげえでかくない。で、このスーパーイーシンロンもその状態異常ではないんやけど、手札破壊のアーツ2枚持ってるからすげえ強いんですよね。で、この3名は全員アーツに何か持ってるからね。出血がベジータベビー、手札破壊がスーパーイーシンロン、
で、ドクとマヒがガリブ、うん、やばいっすよね。うわーう。うひゅう。やるね。えい。いいね、この状態異常。相手の体力バーの下が赤くなるっていうのはすごく気持ちがいいですね。はい、マッチングしました。未来パーティーですね。やっぱ多いですね。ああ、ただ、今回はベジットブルーがいると。でね、ベジットブルーに関しては、デバフ効かないんですよ。15カウント経過しないと。だから、ちょっと、厄介。厄介ですね。はい。非常に厄介。まあ、ただ、なんとかその穴をくぐり抜けて、状態異常にしてやりたいですね。うん、ベビータ対戦よろしくお願いします。さあ、ロゼ、トランクス、ベジットブルーと、まあその構成でしょうね。あそこはザダメ、すごい。おコンボ外れてんね。まずは出血、その次は毒の場、毒なのにやっぱ盾強え。ミスった、メインアビリ使わんかったよかった、盾持ちやった、やらかしたね。ただこのスーパー E 神龍はそのアーツに何も書いてなくても確率でいけるんで暗い。はい、うわー特殊圧消えちゃったか。受けていく、 OK、 えい、もう一丁、よーし。まあこれちょっとトランクス出てくるけどしゃあないな。これあ勝った、嘘でしょ、撫でられただけみたいななってんねんけど、やば、これやばすぎる、マジかよ。打撃圧1枚の方が入ってるぞ多分これ、ダメージやらかしい。はい、ドン。さあ来い、めちゃくちゃ回復するやんけ。はい、いやどうしようか。おい、オッケー、美味しい。さあ出血、さらに、あーこれはダメか、重複しないか。はい、ちょっと本気でも出そうか。まあ救急カード打つか、もったいないような気がするけどいいでしょう。やっぱこのベジットブルーのさ、状態異常向こうむちゃくちゃ強いですよね。ずるい、やばい、あーさあ来い、 OK、 連れていく、避けて、よーし、まあ射撃圧ぶっぱしようか。おい、必殺、いやちょっとライジングびっくりしたけどね、なんとかなりそうな気がする。さあ来い、通常、はい、麻痺射撃、よーし麻痺射撃が入っていく。おい単発ばっかやな、おい、はい、 OK、 自分が釣られてちゃうわけないよな。今のはあれでしたね、特殊圧でよかったな、もったいね。ちょっともうコンボ止めといて、これでで必殺圧ぶっぱ、はい、よし、ドーン。対戦ありがとうございました。ついに復讐は果たされた。はい、マッチングしました。未来パーティー、マジですごい未来パーティー来んねんけどえぐいえぐい、未来パーティー祭りやんけ、すごいな、すごすぎ。まあでもやることは変わらないんでね、ベジットブルー以外はしっかりと、うん、状態異常をつけてじわじわと削り切ってやろうかなと思います。はい。
さっきはベジットブルーの穴をくぐり抜けてとか言っとったけど、ベジットブルーに状態異常をつけるのは結構至難の技ですね。さすがに、うん、難しすぎる。じゃあもうそれ以外を削り切っていくしかないですよね。はい、よろしくお願いします。さあ初手、紫で来ることないと思うんやけどな。来るわお、開幕気力奪われていく。危ない。おいしょー、まずは麻痺を巻いていく。そしてはい、ミスか。 OK、 麻痺っていく。ここ、深読みしすぎたか。はい、やべ。 OK、 おいしいね、おいしい。射撃、いやーこれ打撃発間に合うか。 OK、 射撃。さてさて、じゃあ特殊圧発動して気力を回復してやり合いですね。すごい、所持圧が出血と手札破壊、これすげえ楽しいな。効くね、効くー。ドン、 OK、 よーし、ライジングはなかった。これ美味しいな。いやーこれどうしよう、もうライジング、いや、まあ、黄色出てくんねんけど、まあ、これはしょうがない。とりあえずもう1体削っとこう。 OK、 まあ、こっから怖いっすよね、落ち葉風、まあ、なんとかなるっしょなんとかなるっしょ。通常特殊打とう、暗いボーン、気持ちいいね。射撃、いいよ。いやーブロックうざすぎ、ブロッカーうざすぎ。どうしようかな、落ちか。いや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 、ダメだよ、暗い。よーし、 OK、 手札破壊、あー効いてるね、バリア取れてんね、おいしい。苦しめ苦しめ苦しめ、ほら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 、自慢の盾がなくなっちゃったね。やべえかやべえか、あーまずいぞこれ、暗い。ドーン、ラッキー、はい、ヒューヒュー、はい、ミスか。究極圧で落ちるけどね、どうしようかな。あ、ただこれあれやわ、機械メンバーにダメージ与えるプラス毒やら出血やらで体力が1。よーし苦しめ。対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は超害悪再生パーティー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、そもそもの再生パーティーが害悪なんで、うんって感じやけど、まあ、こっちはこっちでまた違った方向性の害悪さというか、やっぱりその控えに戻って安心できない、うん、その毒のダメージとか出血のダメージが蓄積されていって、なんか知らん間に HP が1になっちゃったみたいな、そういう状況を作り出すこともできたので、だいぶ良かったかなと思います。で、自分の所持アーツがすげえいろんなマークあったよねめちゃくちゃおもろいなということで、まあすごいおすすめになってるんだよねこのパーティー。ちょっと変わったパーティー使いたいなっていう人は、使ってみてください。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。
girl's a wonder.